神戸市の東灘区役所です。マイナンバーカードの窓口には多くの人が訪れています。最大で2万円分もらえるマイナポイントの申し込み期限は今月末まで。神戸市ではポイントの申し込みをサポートする窓口を各区役所に設けていますが、期限を前に相談が急増していて2時間待ちの時間帯もあるといいます。先週ぐらいからマイナポイントの締め切りが近いということでお越しになられる方が増えてます。昨日で200人お見えになりましたね。窓口ではスタッフが付きっきりでサポートします。これと、まず保険証として使うための登録を行います。できました。何につけたんですかポイントは。ペイペイ。ペイペイは前から使われてたんですか。いや使ってないです。だから今度これから初めて使う。便利ですよペイペイ。本当もうとにかく早いのにはついていけないからね。ついていけない世界ですね。そうなんですよ、はい。一方こうした状況を狙ってかマイナポイント事務局を語ったフィッシング詐欺が急増しています。ポイントプレゼントのお知らせと書かれた詐欺メール、騙されてクリックを続けるとクレジットカード情報などを入力するページに誘導されてしまいます。10月で変わるものはこんなところでも。コカ・コーラさんの大容量ペット、あとサントリーの大容量ペット、ここら辺の値段が、まあ、2リッターで約10円上がってきます。さらに今回一番値上がりするのとしてはオリーブオイルですね。約 20% の値上げを聞いております。10月から値上げとなる食品はドリンク類、アイス、お菓子など4533品目もあります。それに加えて第3のビールなんですけれども、こちらの方は全部約そうですね10円ぐらいは売価では上がってくると思います。10月1日からの酒税改正で第3のビールの税額はおよそ9円引き上げられます。低価格で人気の第3のビールが値上がりしてしまうのです。1年2年前ぐらいからずっと上がってるからまたかみたいな感じですかね。月末ちょっと買いだめしようかなって思ってるんですけど。その一方でビールは約6円値段が下がります。実は今回の酒税改正でビールの税額はおよそ7円引き下げられ、10月以降はビールと第3のビールの価格差が狭まります。とはいえすぐにビールに切り替えとはならないようで。安い方のビール、第3のビールが上がってもこれからも。そうやね、やっぱりちょっと安い方をつい買うてしまうね。たとえ30円50円の差でもね、やっぱり毎日のことやからね。